セドーでの戦いの後、司馬将らは酒呑童子の行方を追っていた。そこへ異界の忍び綾音が情報をもたらす。長谷堂から逃亡した妖魔軍を発見したと。太公望は綾音に引き続き偵察を行うよう指示を出す。酒呑童子らが逃げ込む先を見極め追い詰めようとの考えだった。そして同時に浅井長政ら長谷堂で仲間になった者たちが取られていた人質、その行方を探る意味も持っていた。酒呑童子を捕らえるため、人質を解放するため、司馬将らは綾音の導きに偵察してきたわ。私たちが追っていた妖魔はこの先というと巨匠だな。今は光沢殿が治めていると聞くが、あの御仁なら綺麗どころを集めてでも不思議じゃないですね。位置が囚われているのもきっとそこだ。急ぎ助けに向かおう。ならおねね様も。愛する人のため懸命になれるって素敵ね。私もできる限り協力するわ。あ、いや、俺とおねね様はそういうのじゃ。今行くぞ、イチ。待っていてくれ。今日こそ酒呑童子を捕らえるぞ。時は有限なのだ。いつまでも追跡劇を演じるわけにはいかない。本隊は正面から巨匠を攻めよ。無理はせず敵の注意を引くよう努めてくれ。その間別動隊は西より城内へ潜入する。密かに人質と酒呑童子を晒すのだ。ようやく気づいた。わしの主治に行くんじゃ。誰にも邪魔させんぞ。者ども、奴らを消し出せ。一、待っていてくれ。おいしゅう。それがしは必ず救い出してみせる。さあ、おねね様は俺が助ける。いい子いい子してもらえ。どんな世界でも人は人を思っている。僕のことも。ここに聖斎殿が囚われているはずだが、一部屋ずつ探していくしかないんだ。出会いにかけて。勝家殿、道を開けてはもらえぬ。我らは人質を助けに来たのだ。たまに言葉は不良。参られよ。やはり戦うしかないのか。あくまで東大に向かう。貴様のことはいかに考えておる。位置を助ける。そして董卓を討つ。我らならできる。その覚悟相分かっている。それが鬼を超え、お市様の元までかけられよ。それが空での真理。それがしは超えていこう。ここまでよ。お前たちいつの間に。表面の舞台はおとりか。戦友人は距離を進む。傷が。貴様、何者だ。しまった、見つかったか。この見た目では。Hey!
おいしい。鎧が巡回しているようね。見つかると厄介だわ。慎重に行きましょう。引くことが、そのまま負けではない。敵将、撃ち取った。見事な技ね。この槍にかけて。マシャノリ。いや、おねね様がご無事ならいい。おねね様を救出できたなら本気で行かせてもらう。放たれ自由に舞ってこその美。さて、正妻はどこだろう。一人で寂しい思いをしていないだろう。正直もうダメだから。この人聖祭を助けられたのだな。安心したぞ。どうだ。まだ美しい女がいいではないか。わしのものにしてくれよ。どうしたらそのように強くなれるのか。さすがですね。将兵らの士気も高まりましょう。
の前に立つか。我が栄達の道を阻む者は処分する。侮られるわけにはいかん。共に破れることなどありえん。地に直れ。手口に耐えよ。いまいましい。様は即刻死刑じゃ。撃傷撃ち取った。悔しいが、このまま引かねば。そもそも王国には何の義理もないのだ。やってられるか。風よ。あやめだね。よしく。忍びなのに明るくて優しそうな人。ここで母を呼んでいない。お見事なお手並みです。わしの夢が主人に食いんな。どうだか、あまりやられる。わひとくか。見事に活躍です。おい四天王寺、このクズ一緒に来るんだよ。こいつが四天王寺を狙っているのか。なら、まだうちに。さて、改めて問う。お前は何者だ。名は四天童子。それより他は何も知らぬ。では問いを変えよう。己が何者か知りたくはないか。お前がその答えを持つというのか。いや、おそらく答えはお前の中にある。それを引き出す手伝いをしようというのだ。この私に協力すると。その代わり我らにも協力してもらおう。いいだろう。今は矛をこの勝利を。ありがとう。迷惑かけてごめんよ。これからは私も一緒に行くからね。龍禅様を守ること、それが私の使命だから。一も長政様と共に参ります。お市様が無事ならば人に仇なす理由もない。
今私の美しさが求められているのですね。いいでしょう、存分にご堪能ください。ところで大事なことを忘れている気がするのだが。ああそうか、脅威だ。脅威はどこに行ってしまったのだろう。おお、この戦果ならば誇れよう。素晴らしい成果だよ。全知全能たる私の期待に。あなたはすごいのだな。ほう、やるんだ。なかなかやるわね。これが噂の酒呑童子か。これで幼女を倒す方法がわかるんだね。解明には少々時間をもらうことになる。だが私は確信している。この者こそが我らの希望になると。私は自分が何者かを知りたいだけだ。そのためにお前たちに協力する。じゃあ俺たちも頑張らないと。なんとかダッキーを探してみるよ。